今回は戦国時代の将軍の食事事情を紹介します。徳川将軍の食事と聞いて、皆さんはどんなものを想像しますか？大勢の家臣に囲まれながら、庶民では食べることのできない豪華な食事を毎日している、そんなイメージがあります。ですが、将軍の食事について調べてみると想像以上のものでした。まずは徳川将軍が普段口にしていたものを見てみましょう。将軍の食事は一汁二菜が基本です。ですが、これは歴代の将軍によって違ったそうです。初代将軍の家康は常に一汁一菜を守りましたが、八代将軍の吉宗は一汁三菜を厳しく守り、身を養うには一日二食で十分だと言って、当時広がりつつあった一日三食を拒否したといいます。将軍の朝食は朝の8時に中奥で一人で食事をとります。朝食の内容は一の膳に向こう漬けと呼ばれる刺身や漬物、酢の物などと、平と呼ばれる浅い皿に入った煮物に蒸し胃の入った碗と汁碗がついた料理が運ばれてきます。二の膳には水物と魚の塩焼きや漬け焼きが運ばれてきます。蒸し胃とは白米を煮てから蒸したもので、パサパサしていて現代の蒸し胃と比べると美味しくありませんでした。汁物と水物は区別がされていて、食事には汁、酒、魚には水物と提供される場面で変わります。魚介類は毎食出され、特に朝食にはキスがつきものでした。キスは魚偏に喜ぶと書くので、めでたい魚とされていたので、将軍の食膳を飾りました。また油は将軍の体に触るからと、魚などの油は洗い流してから調理して出されたそうです。魚はキス以外も出されていて、毎月1日、15日、28日は各地の大名が江戸城に登場する月並み御礼の日のため、この日はキスの代わりにタイやヒラメ、カレーなどの魚が出ることもありました。昼食は朝食と同じく二の膳がついてきます。食事のメニューは朝食とあまり変わりませんが、魚はタイやヒラメ、カツオなどが出ました。他には将軍様がご所望する献立も出たそうです。夕食は一の膳のみですが、大きな膳を使い品数が増えます。ガンやカモなどの鶏料理やお酒も出ました。ですが、出されるお酒は御膳酒といって真っ赤のお酒で、匂いがきついお酒でした。13代将軍家慶を除いてあまり飲まなかったそうですが、普通のお酒を飲んだのは15代将軍慶喜だけだったそうです。食事の内容はなかなか豪華に思えますが、味はあまり美味しくなかったと思われます。というのも、料理ができてからかなり時間が経った食事しか食べられなかったからです。まず将軍用の食事は10人分も作られます。次に1人前の食事を2人の役人が毒味をします。しばらく待って毒が回ってこないか、異常はないか確認をするのです。残りの9人分を船という台に乗せて長い廊下を渡り、五条口まで運びます。運ぶ間には添え番が付き添い、異物を入れる者がいないか監視をします。9人分の冷めた食事を炭火で温めた後、再び1人前の食事を毒味します。盛り付けの再点検をして将軍の前に御膳が運ばれます。将軍の部屋で2人の小将が最後の毒味をした後に、ついに将軍は食事をとることができます。一説によると、作ってから食べられるまで2時間もかかるそうです。温め直した食事は再び冷えてしまい、この食事を一生食べ続けなければなりませんでした。将軍の食事なので毒味の回数が多いことは納得できますが、ここまでするのにも理由があったと言われています。
10人前のどの膳が将軍に食べられるかを直前までわからないようにしたり、万が一毒が盛られていてもたくさん作ることで将軍の口に入る確率を下げる狙いがあったのです。作ってから食べるまででも大変ですが、将軍の食事に使う食材にもルールがあります。将軍に出してはいけない食材が数多くあったのです。野菜、藻類ではネギやニンニク、サヤエンドウ、ワカメやヒジキなど。鳥類ではカモ、ガン、ツル以外は一切使ってはいけませんでした。魚介類ではコノシロ、イワシ、サンマ、フグ、マグロ、カキ、アサリ、赤貝などがあります。意外なことに天ぷらや納豆が禁止されていたり、リンゴやスイカ、桃などは見るだけで食べてはいけませんでした。匂いの強いものや腐りやすいもの、縁起の悪いとされる食材はすべて口にすることができなかったのです。この城を例に挙げると、この城はこの城を食べるという理由から禁止とされています。同じ理由で武士も食べませんでした。この城のような食べることを禁止された魚は下魚と言われていました。さらに歴代将軍や縁故の人物の命日は精進日のため、お酒や魚肉類が食べられませんでした。将軍の食事は好きな食材や好みの味付けでも出されましたが、低カロリー低栄養の食事が多かったのです。将軍の食事を管理しているのは江戸城に仕える食事担当の役人たちです。江戸城の食事担当部門には800人から1000人が勤めていて、そのトップは御膳奉行で、幕末時点で6人いました。将軍の食事やお菓子など食べるものすべてをチェックする責任者です。毒味役も担当していて、その多くは三河出身の旗本が任命されました。食材や食器の調達と管理を担当するのがまかない方です。そして適切な仕入れができているかチェックする調べ役、品の良し悪しをチェックする吟味役がいました。さらに荷物運びなどの力仕事をする六尺や、米を臼でついて精米するお付き屋がいます。そして実際に調理をするのが台所人です。総勢約80人が将軍の食事を調理します。せっかく作った料理ですが、将軍が少しでも残してしまうと医者がすぐに診察を行います。体調に問題がない場合、将軍の口に合わない料理を作ったとして台所役人は叱責されてしまいます。さらに将軍のご飯に異物が混入していた場合は切腹になります。そのためお付き屋勤めの役人は精米されたお米をお盆に広げ、一粒一粒吟味をしながら、石や欠けたお米、ネズミの糞などが混入していないかチェックが必要でした。これだけの人数と手間をかけて将軍の料理は作られていたのでした。今回は将軍の食事事情を紹介しました。細心の注意を払って役人に調理してもらったのに、冷めた料理を食べなければならない将軍は少し気の毒ですね。江戸時代の庶民の食事は将軍の食事よりも質素だったかもしれませんが、炊きたてのご飯や焼きたての魚、外食産業が発展した分、天ぷらやそばなどのファーストフードが食べられました。もしかしたら少しお金に余裕があった庶民の方が将軍よりも楽しい食事ができて幸せだったかもしれませんね。また将軍の食事に出してはいけないものとしてサンマがありますが、三代将軍徳川家光はサンマを食べていたそうです。家光のお忍び歩きが目黒のサンマという落語のモデルになっているので、聞いてみてはいかがでしょうか。今回の動画はいかがだったでしょうか。これからも日本史に関わる様々な学びのお手伝いをしていきたいと思います。この動画が良かったと思った方は、チャンネル登録、高評価、コメントをお願いします。